どこの部屋かってなったのヘッドコーチとかやってやるかって偉そうに言ってたんですけど、まあコーチングスタッフかなり苦労してましたよね。人選したっていうのも苦労してました。まあ、そういう中ではそれが吉と出るか凶と出るかはこれやってみなきゃ分からないんですけど、とにかくやるしかない。僕個人的にはですよ、ペットは置いた方がいい。あ、そうなんですね。これなぜかっていうのをね、皆さんに教えたいんですけど、まあ、言い方もあるんですよ。それで言うとですね、話し合って監督の話し合い手が横にいるかいないかでは随分変わってくると思います。監督が孤立することが多い。采配がね、ブレちゃってくる。で、例えば皆さんが野球見たときに、ここどうやってもこれバントだよな、ここ走らせていけないよな、これね、僕らプロの選手も皆さんファンの方も大体の采配の仕方で変わんないですよ。じゃあ皆さん、ピッチャーの起用、ドラゴンズ選手の起用、ここで誰がボールを打ったのに、もう大体わかるでしょ、勝ちゲーム負けゲーム。で、だったのを選ぶ確率から2択か3択なんですよ。10種類も20種類もあって、これって言ったらなかなか感動のあれがあるかもしれないけども、大体2択なんですよ、どっち出せるかっていうところなので、実はね、そういうことを普通にやってれば、あまり仕事って気持ちよくそれをやらせてあげることもしかない。それすらやっぱり考えちゃうと、自分で何やってるか分かんなくなる。その時にヘッドコーチとか話し合いで、監督こうじゃないですかって言えるヘッドが置くと、すごく監督も楽になるから、僕はやっぱり井上審判部でヘッドコーチが置かないと言いますけど、誰かとの方がいいんじゃないかなって、僕はそう思うんですよ。それが僕だったらいいのかな。今から呼ばれる可能性は、監督食っちゃうから、僕が見ちゃうから、それは僕は教えてます。ドラフトで井上監督のガッツポーズを印象的でしたけれども、はい、山崎